コーヒープリンス1号店やトッケビ、君がくれた愛しい日々で主演を務め、韓国国内だけでなく日本でも大人気の俳優コンユさん。一体どんな性格でどんな人がタイプなのか、その素顔をどれぐらいご存知ですか？今回はコンユさんの経歴や性格とともに、過去に話題となった熱愛報道や結婚についても掘り下げていきたいと思います。今まで見たことのないコンユさんの姿を見られるかもしれませんよ。コンユはどんな人？コンユさんは1979年7月9日に生まれ、高校卒業までは釜山に住んでいました。映像や広告の仕事を目指して名門京畿大学校演劇映画学科に入学し、 DJ に合わせてスクリーンを操るビデオジョッキーとして活動を始めます。俳優志望の友人に影響されてドラマのオーディションを受け、2度目の挑戦で見事合格。ドラマ「学校4」で俳優デビューしました。しかしなかなかヒット作に恵まれず、デビューから約6年後の2007年にドラマ「コーヒープリンス1号店」でようやくスター俳優の仲間入りを果たしたのです。人気絶頂の中、2008年に入隊。兵役中に実話を元に書かれた小説「トガ」にを読み衝撃を受けます。事件に対して強い怒りを覚え、風化させたくない、もっと世の中に知ってほしいとの思いから、除隊後には自ら著者へアプローチし、トガに幼き瞳の告発と題して2011年に映画化させることに成功しました。映画は公開直後より大ヒットとなり、事件が再注目され、法律までも改正させるほど反響を呼ぶことになります。今までロマンチックな役が多かったコンユさんでしたが、事件を目の当たりにし、子供たちを救おうとするシングルファーザーの役を演じたことで演技の幅が広がったと言われるようになりました。優しい雰囲気も残しつつ悪事に立ち向かう姿は本当の父親のようで、胸に訴えかけてくるものがありましたね。2016年には男と女、新幹線、ファイナルエクスプレス、密偵と一気に3本の映画が公開されます。男と女では初となる本格的なラブシーンに挑み、新幹線ファイナルエクスプレスでは第69回カンヌ国際映画祭ミッドナイトスクリーニング部門に招請されるなど、着実にキャリアアップしていき、どれも素晴らしい観客動員数を記録しました。そして同年にはドラマトッケビ、君がくれた愛しい日々も放送を開始します。アジア圏だけでなく世界中で絶大な人気となった本作では、朝鮮半島で言い伝えられている鬼トッケビに扮し、現代で初恋の人の生まれ変わりを見つけ、恋を実らせていきます。時を超える甘く切ない物語に涙するファンが続出し、またもう一度トッケビに会いたいという熱い要望により、総集編となるトッケビ召喚スペシャルも放送されるほど世間を賑わせた作品となりました。しかしあまりの人気にコンユさんは次の作品選びに慎重になってしまったとか。大成功したトッケビのイメージを美しく払拭して、次の役がきちんと表現できるのか、またファンの思いを壊してしまわないか心配になってしまったのかもしれませんね。その後しばらくはファンミーティングや広告モデル、慈善活動に力を注ぎ、約2年後の2019年頃に映画「82年生まれキム・ジヨン」でスクリーン復活を果たします。コンユの歴代彼女。これらの経歴から遅咲き俳優と呼ばれることもあるコンユさんですが、人気となってからは熱愛報道が後を絶ちません。一体どんな方と噂になったのでしょうか？気になるそのお相手と噂されるようになった理由も一緒に追ってみましょう。イムスジョン。まずはドラマ「学校4」で共演した女優のイムスジョンさん。チェジュ島で一緒に歩く姿が写真に撮られ、極秘旅行かと噂されました。後に2人きりではなく親しい友人も一緒だったとして、所属事務所本人たちは熱愛を否定することになります。またコンユさん、
除隊後の復帰作となった映画あなたの初恋探しますでも共演。インタビューで2人の関係を問われたイムスジョンさんは時間に任せると意味深な発言をし、再び世間の注目を集めました。しかしコンユさんはイムスジョンさんがその場を盛り上げようと発言したことだと熱愛は否定しています。友人も交えてカフェへ行ったりお酒を飲んだりと2人の仲の良さは本当のようですが、お付き合いする間柄ではないと否定するコンユさんとイムスジョンさん。いくつになっても仲の良い友人がいるのは羨ましいですよね。ソンジュ。次はモデルとして活躍するソンジュさん。ある日2人が昼間の街で堂々と肩を組んだり顔を寄せたりする姿が目撃され噂になりました。写真を見る限りかなり仲睦まじい様子です。しかし本当は CM 撮影だったようで、その内容もパパラッチから逃げる恋人たちという設定だったとか。恋人のように振る舞う姿だけが話題になってしまい、熱愛報道へとつながったのではないかと考えられます。写真を見ただけでは勘違いしてしまうほどお見合いですよね。噂になるのも宣伝のうちだったとしたらすごい戦略です。ゆうむね。ドラマコーヒープリンス1号店でコンユさんとラブラインを演じたゆうむねさん。社内キス写真などプライベートでも親密な様子が写真に撮られ熱愛と報道されました。しかし撮られた写真は不鮮明だった上、双方所属事務所が否定したため熱愛ではないと結論付けられました。ユンウネさんは以前コンユさんは理想のタイプと語っていたこともありますので、熱愛報道の後押しとなったのかもしれませんね。後にドキュメンタリー番組で共演し、本当に楽しい現場だったとドラマを振り返ったユンウネさん。コンユさんも同じように大切な思い出が詰まっていると語っていたので、青春時代を共に過ごした仲間のような感覚で仲良くしていたのかもしれませんね。キムゴウン。コンユさんとキムゴウンさんといえば大人気ドラマトッケビ君がくれた愛しい日々で共演しました。12歳という年の差を感じさせない自然でロマンチックな演技で、周囲からもお似合いだと囁かれていたようです。またドラマのメイキング映像には、撮影の合間に楽しそうに話したりふざけ合ったりする仲睦まじい様子が映っており、2人の仲を期待するファンはさらに増えていくことになりました。そんな2人の熱愛報道はキムゴウンさんがインスタグラムにアップした写真からでした。写真の中で着ていた服がコンユさんが着ている服と一緒だと噂が広まり、熱愛報道へと発展したのです。双方所属事務所は熱愛を完全に否定しましたが、その後も仲のいい関係は続いているようで、キムゴウンさんの撮影現場にコンユさんが差し入れすることもあったのだとか。ドラマファンとしてはプライベートな関係だけでなくドラマの続編も期待したいところですね。チョンユミ。ドガに幼き瞳の告発や新幹線ファイナルエクスプレス、近年では82年生まれキムジヨンと3本の映画で共演しているチョンユミさん。3度目の共演では初めての夫婦役を演じ、息の合った演技が話題となりました。2人は共演のたびに熱愛が噂されてきましたが、中でも所属事務所が同じという点には世間でも注目を集めました。一見特別なことではないように感じますが、3度も同じ時期に同じ所属事務所へ移籍しているのです。これには驚きですよね。しかし熱愛中なのにこれほど共演作が多いことはあるのか、親密になる暇もないのではないかという見方もあり、熱愛報道はただの噂だと現在のところ結論付けられています。仲の良い様子は本物のようで、映画82年生まれキムジヨンのインタビューでは、気の置けない関係になってから夫婦役を演じられて嬉しいと語っていました。互いの演技力にかなり信頼を置き、役に入るのも苦労しなかったとのこと。本当に理解し合えているからこそできることですよね。今後もすでに共演が決まっているようで、また
息ぴったりな演技を見せてほしいと思います。コンユの好きなタイプは？結婚は？結局どの熱愛報道についてもただの噂だったようですが、本当にコンユさんの心を認めるのはどんな人なのでしょう。そこでコンユさんの好きなタイプを調べてみました。以前は特別な感性を持つ人が好きだったようですが、現在は感情の起伏が激しい女性は苦手なんだとか。年齢を重ねるにつれてコンユさん自身もかなり慎重に女性を見るようになったのではないでしょうか。また気楽な人が良いとも話していたようで、大人な落ち着いた女性が今はタイプなのかなと感じます。また82年生まれキム・ジエオンのインタビューでは、結婚に対する幻想はとっくの昔に壊れている、してもいいししなくてもいいと語っていました。同世代の友人たちが結婚をし子供を持つようになったのを見ると、自身の子供を愛しながら生きたいとは思うようですが、結婚願望がとても強いというわけではなさそうです。いい人がいて結婚したいと思ったら、いい報告が聞ける日も来るかもしれませんね。まとめ、今回は抜群のスタイルと甘いマスクで大人気のコンユさんについてたくさん掘り下げてみました。俳優としてはロマンチックな役からシリアスな役まで、本当に幅広い演技力で大活躍していますよね。自分と似ている部分を探し極大化しながら役作りをすると語っていたコンユさん、確かに真面目で優しい性格が役によく現れている気がします。また現在ではネットフリックスのオリジナルシリーズ静かなる海で主演を務めており、視聴者からも好評のようです。さらにファンも増えるのではないでしょうか。プライベートは平穏な日々を送っているようですが、いつか結婚したいと思えるような素敵な出会いが訪れるといいですよね。